こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、これからの季節で大活躍する帯締めのご紹介をさせていただきます。フォーマルな帯締めと、それからシャレモノの帯締めの両方です。そして色としては、赤、ピンク、緑、黄色、少し水色系をご紹介したいと思います。帯揚げはございませんけれども、この帯締めに合う帯揚げを選んでというご希望があれば、それに合うものをお選びさせていただきます。今日は手組みの帯締めばかりをご紹介させていただきます。今日は私はシャレ物を着ておりますので、シャレ物の帯締めからご紹介させていただきますね。それぞれ合わせてみましょう。これはですね、縁の色が白くて、中が3色ですね、緑と青と、そして薄茶を使っています。こうしますと色数が増えるので賑やかな感じになりますけれども、縁が白なので洗練された優しい感じになりますね。少し色を加えたい時に使っていただけます。色違いです。色が違うと随分雰囲気が違いますよ。黄色とオレンジ、綺麗な色ですね。この色にしますと華やかさが出てまいります。無地の帯などにいいですし、この帯締めが主役になりそうですね。明るい色が貴重だと思います。今度は縁が焦げ茶なんですけども、中に綺麗な黄色やグレーや茶色が入っています。どれも明るい色で存在感があるキリッとした帯締めですね。私はこの黄色は絶対に使える、とっても活躍すると思いますが、それは人によって違いますので、例えば私の今日の帯のような時にこんな黄色のものを持ってくるといいですよね。そして黄色の帯揚げを使うと素敵になりますので、この黄色は私のようなコーディネートの方にはおすすめです。これも使えますね。今日は青々なんですけれども、これも秋冬に使える帯締めだと思います。おしゃれな青と白の手組ですね。江戸組紐です。緑の帯締めを探している方には、これも大変良い抹茶色ですね。抹茶色は出番が多いと思います。明るい色、はい、私は昔はこんな色は使わなかったんですけども、最近どんどん使うようになって、いろんなこんな明るい色を使っております。今日は朱色、オレンジを使っておりますけども、こんな赤っぽい色も使えますよ。冬になるとこういう赤レンガ色みたいな色はとっても大活躍ですね。これはえんじ色というよりはレンガ色というような感じの色になります。赤茶のお着物などによく合いますし、一色ではなくて縁に白っぽいグレーと濃いグレーが入っていますので、おしゃれですね。そしてえんじといえばこんな色もありますよ。えんじとグレーと、そして縁に焦げ茶が入っていますので、3色ですね、3色近く入っていますから、素敵なコーディネートになると思います。これ好きですね、使えると思います。これもいいですよね。これも明るい色、元気な色なんだけれども、全体的に穏やかで年齢関係なく使っていただけて、これも大好きだなと思います。他にはこんな水色などがございます。コードからご覧いただいて購入していただくことができます。それからフォーマルな帯締めもご紹介させていただきますね。これがフォーマルな帯締めになります。金が入っていないんですけれども、とてもカラフルな帯締めですね。それからこちらはえんじが入っています。それからこちらはローズ系で、こちらは紫、赤と金ですね。こっちはしっかり金が入っています。こちらは金が入っていないのですが、存在感がありますというふうに、赤っぽい帯締めのご紹介です。これは青系ですね。青っぽい手組みの帯締め、そして少しグレーが入りました。緑が入りました。えんじとオレンジと茶色です。そしてこちらは茶色に焦げ茶です。えんじとブルー系、そしてこちらは緑抹茶系ですね。はい、どれもとてもよく使えそうな帯締めです。
ちは暗い冬には出番が多いですよ。私の帯に4本の帯締めを置いてみました。それぞれに雰囲気が違いますよね。黄色の帯締めの時、はい、それからブルー系の帯締めの時、それからカラフルな帯締めを置いた時、帯揚げは一色ですっきりしたいなと私は思います。このほげ茶で縁取りされた円字、これもいいですよね。こうしたらグレーかエンジンの帯揚げですね、というふうに思います。はい、こちらは綾竹二色団ぼかしと呼ばれる手組みの帯締めです。一番上はすごくかっこいい色ですね。茶色系の黒っぽい色に緑が入って、縁にも焦げ茶が入っていますね。その下はちょっと緑っぽい色が左側に入っていますね。そしてこちらは薄茶の中に焦げ茶が入って、何とも言えないローズ系の色も入っています。そして一番下はブルー系です。濃いブルー、薄いブルー、そしてグレー、素敵な色合いですね。このようにかっこいい色たちが揃っていますよ。これは四段綾竹と呼ばれる、一番上は深緑が縁取りしてありますね。そしてこちら2つは白の縁取りです。こちらは焦げ茶の縁取りですね。それぞれ色がかなりたくさん使ってあるんですけれども、すっきりしてとってもおしゃれ、大好きです。このシリーズ四段綾竹、これは手組みの綾竹両耳かすりと呼ばれるものです。両方の耳端っこの部分が、こちら側はそうですね、この下の方を見ていただきますとグレー、そして上の方を見ていただきますと赤と白という風になっていますよね。かすり状になっているので、かすり状にするだけでも大変だなと思います。こちらもそうですね、下の方が白から、白ではないですね、薄い薄茶がだんだんぼかしになっています。こちらもそうですね、緑の中にクリームとオレンジのぼかしです。これは紫の中に緑と藤色と、もっと薄い白っぽい色のぼかしです。これは黒コンのような中に赤とそれから白などのぼかしが入っています。これも素敵な主張のある帯締めでした。はい、こちらは綾竹二色団ぼかしと呼ばれる手組みの帯締めです。一番上はすごくかっこいい色ですね。茶色系の黒っぽい色に緑が入って、縁にも焦げ茶が入っていますね。その下はちょっと緑っぽい色が左側に入っていますね。そしてこちらは薄茶の中に焦げ茶が入って、少しこの何とも言えないローズ系の色も入っています。そして一番下はブルー系です。濃いブルー、薄いブルー、そしてグレー、素敵な色合いですね。はい、このようにかっこいい色たちが揃っていますよ。こちらは拡張肩綾と呼ばれる帯締めです。ずっしりとした太さですね。繊細さもあるんですけれども、比較的普通な感じということで、これは紫の個性の方などにはよく使えますよ。4色あります。上から青と白、黄色と白、ローズ系の色と白、そして焦げ茶と白です。どれもしっかり使える色合いですね。私これ好きです、はい、こちらは拡張流水縞ぼかしと呼ばれるものです。太さがしっかりあって、かつ色がしっかり入っているんですね。こういうものはとても探してもなかなか出会えないので、貴重なお品だと思います。そしてフォーマルでも使えますけれども、金が入っていないですね。で、金が入っていないですけれども、その糸の良さとか色の良さとか豪華さが全体にあるので、セミフォーマルでもしっかり使っていただけますし、フォーマルでも使えるし、紬でも使おうと思えば使えます。色無地とか、それからすっきりした訪問着に最適で、紬でも光沢のあるような紬に最適のものですね。こちらは綾竹手先先分けというものです。
綾竹の組み方で手先が組み分けられているということなんですね。足取りに濃い色を使っています。同じ色ではなくて一番上は深緑、焦げ茶、焦げ茶、そしてこれは黒、そしてこちらも茶色ですけども色が違いますよね。そして中に一色あって反対側に別の色が入っている。こちらは赤っぽい色、これは緑っぽい色、水色、こちらも水色ですが違う色ですね。そちらは赤っぽい色ですね、という風になっていて、繊細さとスッキリ感があるので茶色や青い個性の方にお似合いになると思います、はい、こちらは赤い色を集めていますね。赤い色が4色あります。一番上の華やかなものは拡張流水3色何柄というものです。そしてその下の金が入った豪華なものは東錦ですね。その下は金筋木の葉と呼ばれるものです。金がしっかり入っています。あんまり太くはありませんね。そして最後は流水金チラシというおしゃれな色合いです。はい、赤のご紹介でした。